こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、ついにですね、届きました、こちら。いや、なんやねんって話やと思うんですけど、先日ね、動画でもお話をしておりましたが、私、今年のほぼ日手帳のミナペルホネンスプリングのカバーがなんと当選いたしました。やったー。こちら当選と言ってもこうね、ただでいただけるとかそういうことではなくて、購入の権利をいただけたという感じなのでね、ちょっとお財布が随分と軽くなってしまいましたが、もうね、ついに憧れのミナペルホネンのカバーをね、もう手に入れられたんだということで、すごくドキドキしております。ということでね、実はあんまり時間がないんですが、もう開けたくて仕方がないので開けます。ということで、これね、なんかほぼ日手帳のオンラインで買ったらついてくると言われている紙、すごいありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございました。このようなね、おしゃれな紙が届きました。それで今回の動画なんですけど、先ほども申し上げた通り、ちょっと実は今時間があまりないので、こちらを開けまして、ひとしきり私が感動いたしましたら、この今使っているほぼ日手帳ウィークスメガをそのカバーに入れたいと思います。ちなみに、こちらの中身に関してはちょっとね、順番が先になるか後になるかはわからないんですけど、別の動画でね、こちら中身のご紹介をしております。ということで、興味のある人はね、チャンネル登録してこの動画以外も見ていってください。それでは行きましょう。なんかすごい、そう、箱はなんか個人情報書いてあるし、でなんか請求書にもなんか名前とか書いてあったんで、ちょっとその請求書以外の中身をもうごっそりそのままここに置きました。ということで、この箱はね、まだ開けてないんです。1回もこれっぽっちもそれっぽっちもあれっぽっちも。ということで、あ、書いてる、見て、ミナペルホネン。私この名前をね、なんかめっちゃ噛んでしまうっていう、そういうことがあったんですけど、もう今なら言える、ミナペルホネンということで開けます。え、どういう感じで入っとんやろ。なんか今カメラを見ながらというか、カメラのね、この画像を見ながら開けてるんですけど、肉眼で見たいな。いけるかな、いけるよな。よし、行きます。ちょっと待って、スッて開くもんやないんや。ちょっとちゃんと、あ、お、お、開く、開くか、あ、開きました。行きます、せーの、はい、おお、来ました。このじらしてくるパターンいいですね。あ、でもなんか触った感じふわふわしてます。ということで、もうこんなこと見れると思うんで、いきます、せーの、はい、おっと、厳重徐々に来る感じ、徐々園ということで。じゃあ徐々園、徐々園、徐々園って都会にしかないですかね。あれはチェーン店ではないですもんね。田舎に住んでましたら、叙々苑っていうのはちょっとなんか全く馴染みがないので、ちょっとわからないんですが、さあいよいよですね、これを開けると本体が出てくるということで、やっていきたいと思います。私が購入したカバーはこちらです。おー、すごーい。え、めっちゃふわふわなんですけど、今持ってるところ、ここ、ここがめっちゃ、あ、ここもふわふわ。え、タオルみたい。え、どういう生地これ。なんか刺繍があったりとか、あ、すごーい、ポコポコしてます。ふわふわしてたり、ポコポコしてたり、なんかなんて言うんやろ、ザラザラしてたりで、うさぎさんめっちゃ可愛いね。なんか面白いです。なんか持つ場所によって感触が全く違いますし、裏もね、あ、かわいい。ちょっと待って、この人めっちゃ可愛くない。うさぎやけん人じゃないけど、え、待って、誰、蝶々、蝶々のなんか妖精みたいなのがいます。うわー、かわいい。でこれは有名なやつ、タンバリンですよね。さすがに私でも知ってる有名な丸で、なんかさっきのね、ふわ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 、ポコポコ、ザラザラ、ふわふわです。ええんか、こんなんで。という感じで、
肉眼で見たい。え、すごいしっかりしてます。なんかこのねファスナーのところはグレーになってまして、あー、蝶々のマークとヌメ革、なんかいいですね。ヌメ革のこの感触、なんかあ、可愛いなみたいなあかん、今日はもうこういう感じでやっていきます。終始最後まで、最初から最後までやっていこうと思うんですけど、ちょっとね開けてみましょうね。中はどうかなっていうところなんですけど、ほなちょっと開けてみます。はい、こんな感じ。あ、すごいな、はんぺんが2枚入ってまして、おお、なんか入ってます、カードが。え、What is ミナペルホネン。ほお、へえ、あ、だそうです。皆さん独自で読んでください、これ。へえ、あ、ミナは私、ペルホネンは蝶々を意味する。あ、ほうなんや、すいません、ちょっとにわかすぎて。なんかね、ミナペルホネン好きな人からしたらもしかしたら基礎知識かもしれないんですけど、私はちょっと初めて知りました。そしてこれライフのブックほぼ日手帳ということで、イングリッシュ、あ、これね、なんか知ってほしいことはこれですよみたいな書いてました。ということで、またまたじっくり見ていこうと思うんですけれど、これね、中もこれって革なんかな。あ、ちょっと待って、なんでもない日おめでとうって書いてある。すごい仕込みがすごい。で、なんかほぼ日って書いてありつつ蝶々がいたりとか、ここのね蝶々の刺繍もグレーっぽいお色かな。すごい可愛いなと思いました。そして、あ、なるほど、なんかこれ持ち手なんか短くないと思ったけど、ほんまに短いです。ただまあ持てなくはない、うん、持てなくはないぐらいの持ち手。あ、珍しい、なんかこういうのがついとんかと思いました。こういう、わかります、なんかあの持ちやすい金具みたいなのはなく、あのまあ持てるよみたいなそういうのがついてました。オープン。あ、なるほど、ここにマチがあるので思った以上にガバッと開きました。内側はちょっとこう、なんだろう、シャカシャカポリエステルっぽい感じかなっていう感じになってました。そしてポケットは先ほどお見せしたこのね、なんでもない日おめでとうっていうここと、さらにここもポケットなんですが、これはどうなんでしょうね。カバーってでもなんか他の人の動画を見る限り、別になんか両方にこう、あのほぼ日手帳のカバーというか表紙を差し込むイメージはあんまなくて、なんかここで完結してた感じがするんですけど、え、ほなここは結構自由にガバッとねシールとか入りそうだなって思いました。そしてこちらなんですが、これねペンホルダーがついているんですけど、まあそこまでなんて言うんでしょうか、直径が太いものも入らないというか、もうあれですかね、多分クリップを挿して使ってもらった方がいいと思います。そしてカードポケット、こちらが1,2,3,4,5,6,7、 すごい、めっちゃ入ります、カードが。カード入れれます。そしてここもこうまたまた開くようになってて、ここも大きいポケットがあるのと、そしてこちらにはね、今度こそほぼ日手帳を挟むんだと思います。こちらの革の色はちょっとどうでしょう、この画面上だとベージュっぽく映っているかと思うんですけど、本来の色というか肉眼で見るともう少しピンクが強いです。ということで、まあピンクベージュみたいな感じだと思うので、ちょっとこちらの私がね使っているほぼ日手帳を入れてみたいと思います。ということでね、ちょっと透明のカバーを外してこっちになんやかんやちょっと出しましたので、こちら入れていきたいと思います。入りました。あの最初結構硬いというか、あのこのね縦の幅が割とギリギリに作られていたので、あれこれメガやと入らんのかなって一瞬ねちょっと戸惑ったんですが、入りました。こうグッと入ることができたんですけど、問題はこれ閉まるのかというところです。さあこれね、そうメガなんですよ、私メガを買ってしまいまして、お、いけました。うん、よかった。なんか最初あれと思ってちょっと大丈夫かってなったんですけど、あのメガでもちゃんと閉まりましたので、あ、よかったと思っております。
からもさっき見たんですけど、なんか久しぶりみたいな気分で、もう一回見れて嬉しいなって思って、これね、撮影が終わったらゆっくり眺めたいと思います。はい、ということでね、こちらペンだったり、あとシールだったりっていうのも収納してみました。こちらのシートシールに関してはちょっとカードポケットには入らなかったので、こちらのね、幅広いポケットの方に入れました。そしてこちら後ろの方には、このペンホルダーにこのね、いつも使っているジュースアップのこのクリップを挿したところ、結構しっかり止まってくれました。それからカードポケットにはこちら水玉さんのここ付箋カード、それからこちら切ったこちらのシートを入れております。こうやって入れるとこうちらっと見えて、これもね、また可愛いアクセントになるかなと思いました。ということで、ちょっとね、あれこれ入れたので、これで閉まるかちょっと見ていきましょう。このしおりがちょっとね、ピロピロとなるのが気にはなりますが、はい、1回目よりもね、スムーズに閉まったかなと思います。そう、やっぱりね、このね、カバーもうちに来たばっかりですしね、なんかどんなほぼ日と出会うのかなって思ってたと思うんですよ。そんでなんか着てみたら、あ、目がやんってなったと思うんですね。いや、目が結構分厚いなみたいな。それでなんか着たばっかりやのに、こんなね、こんなって言ったらあれですけど、こんな目がかーと思ったと思うんですけど、すごい頑張り屋さんなので、一生懸命頑張って、そしてね、ちゃんと閉まってくれてよかったです。ありがとうございます。もうさっきから何言うんやろ。ということで、今回はこちらほぼ日手帳ウィークス用のミナペルホネンスプリングのカバー、こちらね、届いたのでご紹介させていただきました。もうめっちゃ可愛い。ほぼこの、なんて言うんですかね、私画面越しでしか見てないんですけど、ほんまに、もうめっちゃ、もう黙ってみたいのでこの後ね、もう動画ピッて切ったら黙ってみますということで、こちらもね、これから楽しく使っていければと思うので、ほぼ日手帳の今後であったり、使い方であったり、なんかいろいろ気になるなって思った人とか、あと今回の動画ね、楽しんでいただけた方には、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほなまたね、バイバーイ。